今日もこの刑務所に秩序を与えていこう。前回はチャペルを作ったら、それがうんこまみれになったんだよな。スケジュールを調整してもっと受刑者がトイレに行ける環境を整えないとね。この時の霊夢は気づいていないが、スケジュール調整よりもトイレを使える場所を増やすことが重要だぜ。おや、なんだか見慣れないアイコンが出ているよ。警察犬がしきりに地面をガリガリやっているな。骨っこでも見つけたのかな？なわけあるか。よく見ると地面に小さな旗が立っているぜ。またあのアイコンが出てきたよ。なんだか新しい旗が立っているな。霊夢、このアイコン、スコップに見えるんだが。確かにスコップっぽいけどどういうことなんだろう。スコップといえば地面を掘る。霊夢、なんだか嫌な予感がするぜ。ここはトンネルサーチを命じるべきだな。わかったよ。監視たちよ、トンネルがないか探すのだ。トンネルサーチはその名の通り、受刑者が掘ったトンネルを探すコマンドだぜ。うわ、なんだ。どうやらトンネルが見つかったみたいだぜ。便器の中をゴリゴリ掘っていったみたい。縁が巨だな。なるほど、トイレをトンネルにしたから用を足せず、あちこちで漏らしまくっていたわけだね。いや、それはどうなんだろ。って、結構トンネルでかいな。こんなトンネルはすぐに除去しなきゃいけない。作業員に命じてトンネルを取り除いてもらおう。トンネルを取り除くのにも金がかかるのかよ。1マス20ドルだよ。まったく、余計なお金を使わせおってからに。その後、トンネルは無事に撤去されたぜ。なんか運動場で人をサンドバッグにしている奴がいるよ。ここで狂気攻撃。一人いった？そして気絶者を殴り倒してあの世送りにしたぜ。これはいけない。この指紋ってやつ、垂れ込み屋だったみたい。ああ、だから他の受刑者に襲われてたのか。すぐそばに写真が落ちていたよ。受刑者同士の喧嘩を取ったものだな。周りの受刑者は盛り上がっているね。もはや見せ物だな。元気があって大変よろしい。もう動く元気がない者が2名いるがな。そういえば教室を作ったんだよ。受刑者に勉強をさせるのか。基礎教養だけでも身につけておかないと、社会復帰した時に再犯する可能性が高いからね。こうやって勉強机をどんどん置いていって。はい、これで受刑者用の席は OK。一度に40人が受講できるな。しかし、後で一度の講義に参加できるのは20人までと知る。無駄じゃねえか。もっと早くに知りたかったよ。とりあえず最後にオフィス用の机を置けば教室が完成するよ。受講生のためにウォーターサーバーを設置してあげよう。集中力を切らさない秘訣は水分をしっかりとることだってハブさんも言ってたしな。衛星7巻が言っているんだから間違いない。お、なんかまた新しい機械を設置しているな。これは監視カメラの確認モニター。署内に取り付けた監視カメラの映像が映し出されるよ。監視カメラとはこれまたハイテクだな。カメラを配置することで、監視を置かずにエリアを監視することができるよ。ただしカメラを設置しただけじゃ意味がない。モニターと繋げてあげないと映像をチェックできないよ。仮釈放室を見れば、看守がいないのに部屋の様子が見えるのがわかるよね。これが監視カメラの効果か。これで監視のための人員を削減できるよ。食堂は相変わらず人が多いね。出入り口だけでも拡張しないと満足に出入りもできねえな。おい、そこのお前。お、どうした？このガレスってやつ、さっき表記を見せびらかしていたよ。なんだって。ほら、そこの止まれ。看守に捕まって身体検査をされているな。金製品チェックは個別にもできるのだ。さて、刃物は果たして出てくるのか。ほら、やっぱり持ってた。あえなく御用だな。霊夢ちゃん愛を使えば金製品くらい簡単に見つけられるのだ。なお、ナイフをチラ見せする前にハサミを持っていた男がいたが、そちらは普通に見逃した模様。ばらさないでよ。さすがの霊夢ちゃん愛もこの刑務所全域をカバーすることはできない。だから金製品摘発のために新アイテムを導入しよう。何を設置しているんだ。これはね、ミキプルーンの苗。嘘をつくな。本当は金属探知機、ミキプルーンの苗と語呂が似てたので冗談言っただけだよ。1ミリも似てねえわ。この金属探知機を出入り口に置くことで、その下を受刑者がくぐることで、受刑者が金属を持っていることで、いきなり日本語不自由にならないでもらえます。要するに空港のあれなんだよ。わかったぜ。では金属探知機の実力を見てみよう。お、白く光ったな。白く光れば問題ないよ。おっと、赤く光ったぜ。赤く光れば凶器系の金製品を所持しているということ。すぐさま身体検査が行われているな。ナイフが見つかったよ。金属探知機のおかげで金製品をどんどん見つけられそうだな。恐竜ルームの下にも部屋を作って量を拡張するスルー。あれ？うわぁ、停電だー。発電が追いつかなくなったんだね。どうするんだ。おい、コンデンサして発電量をアップさせよう。コンデンサいくつ入ります？コンデンサは発電機の周りにしか設置できないぜ。次から電力をアップさせるには新しい発電機が必要だよ。コンデンサも追加したから復旧しちゃうぞ。見とけよ見とけよ。お、明かりがついたぜ。今後は電力メーターに気をつけながら刑務所を拡張させていこう。土地を遊ばせておくのはもっていねえ。ここに一つ作業室でも作るけど。急なキャラ変やめていただけませんかね。お、電話や。最近の大きなギャング事件によると、我々の中で最もセキュリティが低い受刑者の一人がギャングの偉いリーダーらしい。まだ見つけてはいないが、誰もがその人物を知っている。どうやら受刑者の中にギャングのリーダーがいるらしい。なるほど、そいつを消せばいいのだな。全然違うわ。トラブルの火種になるかもしれないから気をつけろってことだ。じゃあ、まずは肝心のギャングリーダーを探さないとね。機密情報を使えば刑務所内にいるギャングを調べられるよ。丸で囲われているのがギャングだよ。赤い丸と青い丸があるな。色はギャングの派閥を示すもの。だから同じ色のギャング同士は結束して、違う色のギャングとは敵対するよ。独房の方には緑のギャングがいるな。この3人が今刑務所にいるギャングだね。で、誰がギャングリーダーなんだ？このヤンっていうのは63歳、危険運転による致死で13年食らっているね。ジェームズってやつは20歳。こいつタレコミ屋をやったやつか。でもこの若さでギャングリーダーはないね。せいぜい鉄砲玉くらいだな。このティムってやつも20歳と若すぎる。ということは、ギャングリーダーはヤンか。他のギャングたちに目をつけられないといいがな。まあやられてしまってもペナルティはないからね。ここは一つ気楽に行こう。受刑者管理が世界一適当な刑務所。刑務所にあって叱るべきものがまだなかったよ。一体なんだ？作業室だよ。ああ、確かに、刑務所では木工や印刷、金属加工は定番の労働だからな。だからここを作業室として、受刑者たちには、ガンダムを作ってもらおう。何言ってんだこいつ、ガンダムなんて作れねえよ。作れたら別ゲーになるわ。飛ばせ鉄拳、ロケットパンチ、って、そりゃマジンガーじゃろうがい。ったく、霊夢のやつくだらんことを言って、なんだ。ああ、また受刑者が暴れているのか。うお、一撃死。こいつ死神持ちかよ。まあ武装警備員が警備員。マリサどうしたの？受刑者が大暴れしているんだぜ、と言っている間に3人目が。うわ、なんだこの特性マシマシのやつは。超パワフル、超タフ、超不安定、ストイック、究極の死神、大胆不敵、スイマー、バケモンじゃねえか。編集との打ち合わせ不足で生まれたインチキキャラみたいだ。いやいや冷静に語っている場合か。こんな化け物相手には機動隊を出動させるしかないねえ。機動隊を要請したよ。あ、また看守が、一撃死。さすがにこれ以上職員を失うわけにはいかないよ。機動隊、早く来てくれ。サイヤ人編のクリリンの気持ちがよくわかるぜ。よし、機動隊が到着したみたい。ああ、また看守が一人戦いを挑んだぜ。無謀だ、と思ったら善戦している、いけ、ですよねえ。もはや頼みの綱は機動隊だけだ。って、よそでも乱闘が発生。また看守がほふられたのか。乱闘がエスカレートしてしまう。機動隊、頼んだよ。は、嘘だろおい。あ、あれ。ああ、重装備の機動隊を一撃で。人間じゃねえ。こいつ人間じゃねえ。もうゴリラだよ。唐突な実写で草。よっしゃー化け物を打ち取ったぞ。しかし今日の死者が10人に達してしまったぜ。これ NHK や BBC も取り上げる大事件だろ。というかこの場を収めてもあいつはまだ刑務所に居座るんだよね。アレックス・カーティスって名前だっけ？もうあいつラスボスじゃんか。よく見ると看守が落とした鍵を拾って大騒ぎしている奴らがいるよ。この騒動の余波が刑務所内に広がるのはまずい。ここは青い機動隊で署内の鎮静化を図ろう。これ過去一の無法ぶりだろ。ここで受刑者をつけ上がらせると、本格的な暴動になる。看守たちは何としてでも受刑者を食い止めるのだ。走行している間にも犠牲者が増えているぜ。くそー、看守の中に死神や名ファイターはいないのか。いないぜ。なんだよもう、お前ら受刑者より学歴上なんだろ。あらごとに関しては学歴は関係ないぜ。うわ、食堂前でも看守がやられている。今ライフルを持っていた奴がいるぜ。このジェームズってやつだね。ライフルなんて使われたらたまったもんじゃない。ジェームズの身体検査を命じるよ。そして職員を追加。さすがに職員が減りすぎたので補充しないとな。ああ、こんなところで余計な出費ができるなんて。今後もこんな大惨事が起きるかもしれないと考えると、何もかも投げ出してハワイに行きたくなるな。見よ、シシルイルイ。ああ、良くないね。実に良くない。どうしたんだレイム。ちょっとこれ見てよ。これは現在行っているプログラムだな。基礎教育のところを見てよ。興味がある受刑者が0人なんだよ。60人以上いるのに希望者0人はさすがにひどい。教育の講師は外部から雇っているからお金がかかるんだよ。これじゃ税金の垂れ流しもいいとこだよ。しかし教育を望む受刑者がいないならどうしようもないな。ここは一つ、勉強に興味を持ってもらうしかないね。というわけで、図書館を建てよう。図書館を建てると本が読めるようになる。読書を通じて受刑者の勉強意欲を高めようというわけか。その通り。あとついでにもう一つ建設を。一体何を建てるつもりなんだ？郵便室だよ。郵便室があれば受刑者とそのファミリーが手紙でやり取りすることができるよ。ファミリー。検閲が入るから大丈夫。図書館の側ができたから内装を作っていくよ。まずは必須の本棚を並べていくよ。たくさんの受刑者に本を読んでもらいたいから多めに設置。あと今では図書館には必ずあるコンピューターも設置。あとは本を読むための席を置いて完成だよ。あれ、本棚に本が入っていないぜ。本は全国から寄付されたものを並べる必要があるからね。本を並べるのも受刑者の仕事になるよ。図書館の仕事を通じて本に興味を持ってもらえればいいな。一方、こちらは郵便室。こっちも内装を整えるよ。なんださっきからこのほっとしたため息は。うわ、よく見ると寮の床がお物まみれ。さっきのため息は受刑者が床で脱糞したからか。なんでや、トイレ作っとるやん。トイレの数が足りてないんだろうな。順番待ちして我慢しろよ。まあそういうわけにはいかんのだろうな。これは量を拡張してトイレを増やすしかないか。霊夢がトイレ改革を決めたところで今回はここまでだぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。